日本相相撲撲協会所所属で二所のの一門の相撲部屋1991年7月場所に引退した横綱大野国は年寄り大野国を襲名して離れ駒部屋の部屋付き親方となった後、1993年3月場所後に年寄り12代柴田山を襲名し、1999年6月に離れ駒部屋から 分岐独立して柴田山部屋を創設した。当初は金銭的な理由で山梨県に仮設の部屋を設立していたが、しばらくして現在の東京都杉並区へ部屋を移転した。稽古場は1階という常識にとらわれず、地下に稽古場を用意した。2008年5月場所にモンゴル出身の大遊部が新十両へ昇進して部屋史上初となる関取が誕生したものの、 大優部は一場所で幕下へ陥落した。2010年5月場所後に大優部は引退したが、その際に12代柴田山から暴力を受けた上に、曲げを切って引退を強要されたとして、同年9月6日に12代に対して約7000万円の損害賠償を求める民事訴訟を東京地方裁判所に起こすとともに、警察に防護罪としての被害届を提出した。12代は、 同年9月29日に書類送検されたものの、2011年1月に不起訴処分となった。大優部とは2012年12月に東京地方裁判所にて和解が成立している。2013年2月には閉鎖された離れ駒部屋から所属力士と行事ら12人を引き取った。2014年1月場所にはモンゴル出身の先駆けが新十両へ昇進し、 部屋から史上二人目となる関取が誕生した。2014年1月7日には、所属していた20歳代の元力士が、12代や兄弟子から暴行を受けたことが原因で、左目が外傷性網膜剥離を発症して、失明状態となり2012年に引退に追い込まれたとして、2013年12月26日付で12代と、兄弟子を呼び、日本相撲協会に対して、 約6,900万円の損害賠償を求める民事訴訟を東京地方裁判所に起こしたことが明らかとなった。2016年3月24日に東京地裁は12代及び兄弟子に対しては、元力士へ約3,240万円の損害賠償の支払いを命じ、元力士による日本相撲協会への請求は帰却する判決を下した。 同年4月7日に12代柴田山及び兄弟小川は判決を不服として控訴し、同年11月22日に東京高等裁判所にて元力士側との和解が成立した。2021年4月には閉鎖された峰崎部屋から所属力士と行事ら7人を引き取った。1931年3月場所で引退して大阪相撲。 高田川部屋の部屋付き親方となっていた年寄り、九大白玉が1932年1月に、年寄り、六大柴田山を襲名し、同時に高田川部屋から分家独立して柴田山部屋を創設した。しかし、幕内力士を出すこともなく、六大柴田山は1943年11月に死去した。弟子たちは高田川部屋に一時預けられ、最終的には、 高砂部屋に引き取られた。晩年の弟子からは、旧金が小結びへ、島錦が幕内へ昇進した。ありがとうございます。